くいくというね。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああ。の、組織の仇討ちか。相手になるぞ。綺麗なお姉様。あ、なんだお前じゃねえか。生きてたのか。モンキー・ディ・ルフィ。あなた、私に何をしたか忘れてないわよね。何って、おいルフィてめえ、綺麗なお姉さんに何しやがったんだよ。おいお前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。死を望む私をあなたは生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もないの。だからこの船に置いて。なんだそうか、そらしょうがねえな。いいぞルフィ。心配すんなって、こいつは悪いやつじゃねえから。何か降ってき、人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実である。空からガレオン星？まさか空島から。突如空からガレオン船が落ちてきたことに加え、ログポースが上空を指す海事に見舞われた麦わらの一部、この空のどこかに島がある。そう結論付けたルフィたちは情報を得るためにジャヤ島に上陸、モックタウンへと入った。しかしそこは無法者たちが闊歩する街だった。へえ、おめえが3000万の首か。なんだ。何の真似だ、下っ端。その質問にはお前が答える。よし、覚悟できてんだな、お前。待って、まだこの町で何も聞き出してないのよ。ねえ、私たち空島へ行きたいの。何か知ってることはない？呆れたぜ。おめえをテストして新時代のクルーに加えてやろうと思ったのに、とんだ妄想野郎だ。空に島があるって、そういう夢追いのバカを見てると俺は虫唾が走るんだ。ゾロ、この喧嘩は絶対買うな。さっさと失せろ、命があるうちにな、ザコども。空島はあるぜ。あんた、あいつらの言う新時代ってな、クソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって。おいぜはははは。人の夢は終わらねえ。そうだろう、笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだぜ。ははははは。ルフィ、行きましょう。空島の情報を得るためジャヤ島に上陸した一味だったが、無法者の町モックタウンでは何の手がかりも得られなかった。しかしロビンが一つの情報をもたらす。
島の外れに夢を語り町を追われたはみ出し者が住んでいるというのである。その男の名はモンブラン・クリケット。絵本嘘つきノーランドで黄金鏡を見たと嘘をついて処刑された主人公モンブラン・ノーランドの子孫だった。先祖の汚名を注ぐため黄金鏡を探していたクリケットは空島を目指すルフィたちを夢を追う同志と認めて協力を約束する。空島へ行く唯一の手段はノックアップストリームに乗ること。そのためには長い航海で傷ついたゴーイングメリー号の修繕が必要だった。クリケットにメリー号を任せルフィたちは航海の準備に出かける。そこにルフィたちと入れ違いに現れたのはモックタウンにいた海賊ベラミーだった。ベラミーはクリケットから金塊を奪い去る。その金塊はクリケットが長年の苦労の末にようやく見つけた黄金鏡の実在を示す唯一の証だった。クリケットの元に戻ったルフィたちはベラミーの非情な行いに激怒。空島へ出航する前に金塊を取り戻すことを決意するのだった。小僧どもか。面白い。これでうちに仕上げて。ここにどういう感じだ。名もなく海賊と思われた。幾度少し脅かしても出てくるし。場所を教えてくれるかしら。てめえら、あの嘘つき野郎の金塊を取り返しに来たのか。あの嘘つきノーランドの子孫のよ。嘘つきノーランド、詳しく聞かせてもらえる？知らねえのかよ。モンブラン・ノーランドって探検家の話だ。山のような黄金を見たってノーランドの話を信じた王様が航海に出たはいいが、たどり着いた先は何もないジャングルでさ。怒った王様はノーランドを嘘つきの罪で処刑した。ノーランドの最後の言葉はこうだ。そうだ、山のような黄金は海に沈んだんだ。そんな嘘つき野郎の子孫のために戦う理由なんてねえだろ。それはこちらの船長さんが決めることだ。ベラはどこだ。知らねえよ。町のどこかにはいるはずだ。本当に知らないみたい。ひとまず町へ行きましょう。おう。
昼間の軟弱一味と全然違うじゃねえか。何もできねえ臆病野郎だったってのに。おい、この手配書を見ろ。あいつじゃねえのか。額は1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。1億。騒がしい奴らだな。何の話だよ。ベラミー、あんたすぐ逃げた方がいいぜ。殺されるぞ。昼間のあいつ、1億の賞金組だ。あんたより懸賞金が上なんだよ、ベラミー。バカどもが、こんな紙切れに怯えやがって。当人の弱さを目の当たりにしておきながらそのざまかよ。てめえの手配書を偽造してはったりかましてるだけだ。あんな雑魚、とっとと始末してきやがれ。ビビらせやがって。確かに聞いたこともねえ一味だぜ。
怖がることやねえ。ハング、あんな手配書助かるに決まってんだ。やっちまハキで3000万はねえと思ったが、ここまでとは。どうすんだよ船長。探してたのは1億を超える首だぜ。さあ成り上がってやるぜ、ここから。ウィーやっと獲物を取る時かぜ。待ってろ麦わらのルフィ。てめえの1億の首もらいに行くぞ。観念しろや。あいつら空島へ行く気だろう。島を出られると面倒だな。任せろ船長、やつらの船をぶっ壊しときゃどこにも行けねえ。まだいくらでもある。あの人たちまた会うことになりそう。今はそれどころじゃねえよ。ベラミーから金塊を奪い返さねえと。臆病者が俺のいねえところで生きがってやがるな。聞いたぜ、黄金を取り返しに来たんだろ。昼間みてえに怯えて突っ立ってても俺から何も奪えやしねえんだぜ、臆病者。昼のことは別の話だ。他人が苦労の末に手に入れた宝ってのはまた格別の味がするもんだ。人が俺をなんて呼ぶか教えてやろうか。ハイエナだ。夢追いのバカに見物なんざもったいねえ。やっちまえ。死ねえだった。蹴りをつけてやるから来いよ。さあ来い。てめえみてえな腰抜けに何ができる。お前に勝って金塊を取り戻す。俺に勝てるだと？その生意気な口が聞けねえようにしてやる。
行くわ。ハング結局その程度が。俺の全力を味わえてやっちゃいねえか。ゴゴゴゴゴ三刀流雷警報発令よ。サンダーブルトピュードスプラールフラひどいつらハハ聞くがお前パンチの打ち方を知ってんのか。一瞬で片付けてやるよ。スプリングホッパーあのジジイもおめえらと同類だな。400年前の先祖のホラを信じ続ける生粋のバカ一族だ。何が黄金鏡、何が空島、夢見る時代は終わったんだ。海賊の恥さらしども。パンチの打ち方を知ってるかって。暴れよ麦わら。よせよベラミー。お前は5500万の大型ルーキーだぜ。やっぱり本物なんだ。ベラミーがやられた。教えてくれた場所に近いはずよ。ひし形のおっさんが言ってた通り、不思議雲が出てきたな。高架下、ロックポースはどう？ずっとあの雲を指してる。引き返そうルフィ。空島なんて夢のまた夢だ。そうだよな、夢のまた夢の島。こんな大冒険逃したら一生後悔すんぞ。来たぞ。船体にしがみつけ。よし、これで空まで行けるぞ。行け、ベリー。砲張って、今すぐ。え、これはただの水柱なんかじゃない。立ち上る海流なの。そして下から吹く風は地熱と蒸気の爆発によって生まれた上昇気流。相手が風と海なら後悔してみせる。この船の航海士は誰？ナミさんです。おお、野郎ども、すぐにナミさんの言う通りに。おお、次元から風を受けて舵は取り舵、船体を海流に合わせて。いっそ。水から船が離れそうだ。落ちるぞナミ、なんとかしろ。いける。どんだー、すげー、船が空を飛んだ。マジか。おーほー、やった。ナミさん素敵だよ。